関和田の戦い、関渡しの戦い、関東の戦い、中国語、関渡しの戦は、中国語間末期の200年に、関渡し、現在の河南省停州市中房県北東において、曹操と炎章との間で行われた戦い、石壁の戦い、医療の戦いとともに、三国志の時代の流れを決定づける重要な戦いとみなされる。では、戦役終盤に、 関和他市で行われた戦いのみを指すが、講義では、炎章と曹操の一連の構想を含む、大きな戦役を指す。白馬の戦いを、前哨戦とし、炎章の元にいた劉備が、序南方面で格乱戦を起こすな、中原一帯を巻き込んでいた。当時は、五漢皇帝は、名目だけの存在となり、各地で軍友が拡挙する戦乱の世だった。次第に、 軍友たちが淘汰される中で勝ち残ってきたのが、曹操と炎章である。曹操は、ウソ父相当が大長州まで登った大冠であり、七曹数は倍冠によって参考の一つである大位になるなど、濁流派に属する冠の家系の出身であった。曹操自身は、役人職を歴任した後、黄金の乱において、功を立てて、 西園の八公位に任命されるなど頭角を表し、陳流で身内と共に挙兵度重なる戦役の中で、検定を手中に収めたことで正当性を手にし、自身も参考である四空となり、両府演術、超、ヌイラを下して199年には、河南からチャンスの長江位北にかけた地域、演州、予州、司令、助州を統一した。一方、 炎章は四世にわたって三考を輩出した、名門中の名門女南炎氏の統領であり、その名のもとには多くの人物が集まった。若くして、司令行為まで登った炎章は、寒官粛清や、半島卓連合など、時代の節において、常に一戦に立ち、奇襲の巻となった後は、炎術、高村三、長炎らと争い合い、197年には、大将軍の位を得た。 199年には、駅系に、高孫三を滅ぼし、一族に軍を預けて、三党もヘドン、紀州、聖州、平州、優州の四州、河北、三世、三党を支配した。中原の二大勢力となった両者の対立は、必死となる。199年、劉備が、徐州にて曹操へ反乱を起こし、孫官を派遣して、炎省に同盟を求めてきた。 曹操は劉備を撃つべく、炎章への先陣を宇巾に任せて統制した。憲法は、劉備と戦っている曹操の背後を襲えば、一度の、行軍で勝利できますと主張したが、袁紹は、子供の病気を理由に遠征を許可せず、近くの野別を攻撃して、宇巾に撃退された。劉備は、曹操の来衆を知ると祭祀を捨てて逃走し、かつて遂居した縁がある炎艦が支配する青衆に逃げ、 炎章のもとに身を寄せることになった。劉備の家臣カムは曹操の捕虜となり、曹操の核章となった。懸案五年、二百年、ついに炎章は、河南信仰の意思を固めるが、炎章陣営では、対、曹操の戦略について、幕僚同士の盛んな論争が起きた。曹父は曹操との直接対決を避けて、騎兵を分散派遣し、 国境を荒らすことで敵を疲労させる策を主張した。曰く、曹操は天使を擁立し、巨匠に宮殿を築いており、これに難心するのは義に背くものであります。曹操の法令は行き届き、私卒は清廉ですから、高さんがなすすべなく包囲されていたのとは違います。大義名分のない兵を起こすべきではありません。別賀の伝法も前年の電撃戦主張から策を、切り替え、 時給戦略を主張した。曰く、曹操はすでに、劉備を破り、巨匠は、空城ではなくなりました。曹操は傭兵を得意とし、兵力が少なくても侮れないので、時給戦に持ち込むのに越したことはありません。英気を養いながら、敵を疲労させれば、三年を待たずに勝つことができます。これに対し、各図と地中の侵害は、短期決戦を主張した。曰く、 兵所には兵力が十倍なら囲み、五倍なら攻め、互角なら全力で戦うとあります。民講、炎征の神武と下北の強兵によって曹操を討伐するのだから、その勢いは手のひらを返すようなものです。今すぐ攻めねば、後々狙いにくいことになるでしょう。炎征は、角図と、神杯の神言を採用した。さらに、角図は、 内外を相関する祖寿の権限と誠意が、強大すぎると炎章に進言した。これにより官軍の地位、権限は三都督へと三分割され、祖寿、純右警、各図の三人が都督に任命された。また、堅くなに持論を主張した伝法は、兵士の士気を低下させるという理由で、炎章に投獄されてしまった。二月、炎章は、自らの支配する地域に、 人林に書かせた激文を出し、軍を大いにまとめ、曹操との決戦を断行した。まず炎章は、淳云、角図、岩梁を派遣し、白馬、甲賀南岸に布陣していた、曹操軍の東軍大主流炎を攻撃させた。4月、曹操は、軍師、淳優の策略に従い、云金と学神の軍を白馬から数キロ離れた野別から、渡下させ、淳云と、 格図を元領から切り離すことに成功すると、長領と交渉である官羽を先鋒として、白馬の顔を攻撃した。官羽が敵中深くに切り込み元領の支給を上げたので、白馬の方位は解かれた。黄河を渡った右近、学神の軍は、黄河沿いに精神し、旧、江、吉見の二県にある三十余りの敵陣を焼き払い、将軍なにしげる、大さすら二十四人を降伏させた。 曹操は白馬の住民を移住させると白馬の拠点を放棄して西に敗走した。炎紹は今度は文州、劉備の騎兵部隊に曹操の陣を攻撃させるが、順勇はこれに対して市長隊をおとりに使う策略を曹操に進むした。この刑にはまった文州軍の隊列が乱れたところを攻撃し、文州を討ち取った。袁紹が黄河を渡り、野別に向かおうとすると、 ソジュは病気を理由に軍式の事態を申し出た。これに炎章は奮然とし、ソジュ敗下の軍を隠ずに従属させた。こうして、曹操軍は炎章軍の出花を叩きはしたが、炎章の本体が渡化する前には、野別を放棄し、艦渡しへ敗走した。艦渡しは、黄河から南東へ流れる艦渡し水を望み、牧水。 影のぶ水やその支流が複雑に交差する点検の地であり、曹操はかねてより、河北、山東からの脅威を睨んでこの地に取り出を整備してきていた。黄河を溶かした炎症は、陽武氏、現在の河南省新郷市原備県に軍を進めた。祖父は、北、炎症陣営は、数は多いが、有毛さでは、南、曹操陣営に及びません。しかし、食料の点では、 南は少なく、北に及ばない。南は即戦、北は時給戦が有利ですと進言したが、退けられた。八月、延章は本体で曹操軍を攻め、大兵力を活かし東西数十里にわたる陣を敷いて、少しずつ前進するという戦術で曹操の陣営を圧迫した。曹操も陣営を分けて合戦したが、敗れ、勘は他史の取り出に引き返した。 砦出にこもった曹操に対して、袁紹は、土山を築いたり地下道を掘ることで城壁を無効化しようとしたが、曹操も内部に同じものを作って対応した。また、袁紹は、物見やぐを作り、土山から曹操陣営内に矢を追いかけた。曹操軍は、この攻撃に苦戦したが、ウッキンが土山の指揮をして奮戦したので、曹操軍の戦意上がった。また、曹操は、 初一社を作り、これらの物見櫓を破壊した。炎章軍は、投石を避けるため行動を掘りながら、前進を試みたが、曹操軍が急増した残酷に阻まれた。余習の助南軍、炎士本願の地において劉壁が曹操に対して、反乱を起こすと、炎章は劉備を派遣して、これを支援し、巨匠周辺を荒らし回って、多くの剣を寝返らせた。 曹操は、曹人の分析に従い、曹人の騎兵部隊を派遣して、これを打ち破り、諸剣を奪回した。曹人が帰還した後、劉備は、再度、炎紹の命を受けて、序南に進攻し、賊の京都らと手を結んだ。曹操は今度は西王を派遣して、劉備を攻撃させたが、西王は敗北して撃たれた。長元殿には、炎章が予習に兵を派遣し、 予習の諸軍に対し調略をかけると、多くの軍がそれに応じたとある。劉備ら炎将軍の別動隊の活動により、曹操は本拠地の予習の維持さえ困難になってきていた。曹操は、ジュの進言に従って、主官と女攻に炎将軍の輸送隊を攻撃させ、数千台の穀物輸送車を焼け払ったものの、その間にも、曹操軍の食料不足は、 さらに深刻な状態となっていた。また炎症側もこれら、曹操の妨害もあり、兵糧補給に難を生じ始めた。そこで炎症は、元新、環巨子両武志湖、張明の四将を、純受刑に引きさせ、輸送された食料を備蓄した、兵糧庫を守備させようとた。この時に祖父は、純受刑に加えて、 正気に別動隊を引きさせて、守備を万全にすることを炎章に進言したが、またしても受け入れられなかった。炎章軍も曹操軍の輸送部隊をたびたび攻撃したが、曹操軍の輸送部隊を任された任春が輸送部隊の防衛を強化すると、炎章軍は曹操軍の輸送部隊を攻撃しなくなった。戦況は時給戦の様相を停止始め、 曹操陣営の食料は日に日に少なくなっていった。兵糧が枯渇し、連日炎症軍の向上にさらされる中、曹操軍内には、投降を考えて炎症と内通する、あるいは、それを考える者が続出した。弱気になった曹操は、巨匠の留守番をしていた順区に対して、引き返すことで、炎症軍をおびき寄せて滅ぼすつもりであるという。 遠極的に撤退を希望する手を出したが、純位句はこれを強くいさめ、内情を見るに必ず、炎章軍に返事があるので、秘策を用いる機会を逃さなければ勝てますと進言した。十月、炎章陣営の元優は膠着した戦線を打開するべく、軽装兵を用いて、巨頭襲撃することを説いたが炎章に受け入れられず、また家族が罪を犯して新廃に逮捕されたことで、嫌気がさし、 曹操陣営に投稿してきた。元優はカラスス、現在の河南省信号市の別県に宿営している、純受家が守る、兵糧輸送隊の守備が手薄なことを教えて、そこに奇襲をかけるように進言した。曹操の側近の多くはこの元優の発言を疑ったが、純優と各は、この意見を指示した。そこで曹操は即座に行動を起こし、学神と、保機五千人を率いて、 純受刑軍を強襲した。カラススにいる純受刑が襲われたことを知った炎症軍内では、各図がこの間に曹操の本陣を攻撃すれば敵軍は必ず引き返すでしょう。そうすれば援軍を出さなくても解決できますと言い、趙は敵人は堅固なので勝てません。それよりも早く純受刑を救援するべきですと言った炎症はこれに対して、 両方の作戦を採用し、軽装の騎兵隊を派遣して、純受刑を救援させ、蝶、高乱に重不評を引きさせて、曹操軍の本陣を攻撃させた。曹操は、純受刑軍と救援の炎将軍軽騎兵隊を、大いに撃破し、兵糧を焼き払った。元神羅四将は討ち尽くされ、純受刑は学信に打ち取られた。さらに、カラスツ救援を主張した蝶。 公乱を、曹操軍の本陣教習に向かわせるという炎症の、無神経とも言える指揮が災いしたか、曹操本陣を、やすやすと破ってしまえば、各図の検索が正しく、蝶の主張は誤りであったと実証してしまうため、蝶と公乱による、曹操軍本陣教習は、留守を預かっていた総庫に防がれただけでなく、順部刑が破れたことを聞いた蝶と公覧は炎章を、三手曹操に起伏してしまった。 将が寝返り、兵糧の多くも損失した。炎章軍は、大混乱に陥って、下北へ敗走し、関渡他市の戦いは終わった。捕虜となった祖父は曹操に士官を壊れたが、祖父は、家族が炎章に仕えていることから死を願いた。曹操は祖父を赦面して行軍したが、ほどなく、脱走を企てた祖父は斬首された。慶州の流氷は炎章に味方していたが、 内洋の長類が、各の震源で、曹操に寝返り、江松の構想が曹操に味方した孫作に敗れ、調査、霊陵、慶陽では、関海の震源で、朝鮮が三軍を挙げての大規模な反乱を起こすなど、身動きの取れない状況に陥っていた。劉氷敗下の反高し、劉先、海越は曹操に味方することを震源したが、劉氷は受け入れなかった。 さらに曹操は、永気を駅州に派遣して、劉城に劉氷を攻撃させようとしたが、こちらは、道中の交通が途絶していたので失敗している。孫作は、当初曹操に教授にして、劉氷を攻撃していたが、突如北方への進出を機として曹操と敵対した。しかし、高僚の陳登るに、これを阻まれるうち、各家の予測通り孫作に恨みを持つ者の手で、応死した。 孫策の後を継いだ孫健は、長将、長広しらの働きによって再び曹操に教順した。袁紹と共に、高孫三を滅ぼした、千、うたすくは、たよの信玄で、曹操に寝返り、曹操から優秀六軍を任された。右岸ん芝の炎やわらも曹操に基準した。曹操陣営の南方を預かっていた李通は、袁紹と劉表の両方から調略をかけられたが、 断固として拒否した。多くの者が炎症と内通する中、立有の軍だけが動揺しなかったという。曹操陣営の東方を預かっていた、造派は何度も西州へ攻め込んだので、曹操は炎症との戦いに専念することができた。曹操陣営の西方を預かっていた章用は、馬頭と貫水を味方につけて、貫中を安定させ、曹操に馬二千闘余りを送った。 露出は、三国衆下で、立洲が任された、淳南寺の地、造派が任された青、女の地、商用が任された、冠中の地は、決して失うことのできない重要な地方だったと評価している。敗れた、炎章軍内では、猛隊、正規、格図、新兵が、新敗を残言したり、投獄されていた伝法が放棄に、残言されて、炎章に処刑されてしまうなど、 多数のいざこざが戦前以上に頻発した。二百一年、延章の敗北を見た、奇襲の各地で反乱が多発する。延章は、曹操と再び倉邸で戦ったが敗れた、倉邸の戦いとされている。しかし、延章の存命中は曹操は、河北には侵攻しなかった。延章は、晩年を反乱の鎮圧に当てるが、とうとう発病し、途結、翌二百二年に、 有門のうちに死去する。炎章の没後、かねてよりの懸案であった、長子炎丹と伐子炎章との後継者争いが勃発する。炎章死後の注目の大まかな指示は年長の炎丹よりだった炎章伝とされているが、異母兄弟である炎章が炎章の調和を受けていたのも事実であり、後期、新廃らはこれを理由に炎章を立て炎丹派の格図。 新評らと激しく争った。炎章には、次男炎気も味方し、その支持者には炎章に徴用されていた奇襲出身者も多く、最終的には炎丹以上の家臣の後ろ盾を得ていたようである。炎章は直接対決で炎丹を破ったが、身体極まった炎丹は、曹操と同盟。今度は逆に、炎丹が炎章を撃破して北方に退かせたものの、返す刀で、 炎丹は曹操に滅ぼされた。曹操は北伐を行い、一時難航するも、結果的には異民族岩と豪族、高僧に安氏を制し、それらがかくまっていた炎章、炎気を滅ぼした。ここに曹操は、河北全域を支配する圧倒的な勢力へと乗し上がった。漢渡氏の戦いの兵力について、三国史の陳述が書いた本文部分には、炎章軍十万。 騎兵一万、曹操軍一万弱と書かれているが、これに対して、三国志に中央付けた、敗将士は疑問の声を上げている。その理由として、などを上げている。曹操の軍略が優れていたということを誇張するために、曹操軍の兵士数を少なく記述したのではないかと、敗将士は推測している。三国志偽諸国仏殿には、曹操軍が俗軍を破った場合、 それを報告する上層文では一を十と十倍に誇張して記載することがこの時代の通例となっていたともある。ただし台湾は三軍大学の中国歴代戦争史は純育の総合の兵力は延章の十分の一に過ぎないという手紙をそのまま載せており延章軍や総層軍の数については誇張とは言い切れない資料を目立つ。また年から ト田性を実施している、曹操軍が一万の兵士が食べる食料を十分に用意できず、兵数が多く遠征軍である。遠征軍が食料を不足の心配をあまりしなかった、ということを疑問に挙げられることがあるが、これに関しては、などを考えると一概には言えず、定説を見ることは困難である。ちなみに、五冠中期頃は、遠州、予州、つされ、州、 関渡しの戦いの時の創造支配地域の合計人口は、紀州、青州、平州、勇州、関渡しの戦いの時の炎章支配地域の合計人口よりも多かったが、関渡しの戦いの時点では相次ぐ戦乱のため五間の戸籍人口は七分の一以下にまで減っていた。三国市小渡る伝によれば、京初年間に小渡るは、義の戸籍人口は、 五冠の治安が安定していた頃の大きな軍一つ、分程度に過ぎないと語っている。英戦は、先帝曹操が兵を起こした地である。関渡市の戦役では、周囲の地域は和解し、陶器も地下機も形成を官房していた中で、この軍だけは設備を守り、若くて、丈夫な者は顔になって戦い、おいて、弱々しい者は兵糧を背負ってくれたと。 運転機の装備の象徴にあるように、曹操は内外に未だ振幅しない脅威を数多く得ていたことも間違いなく、容易に対戦に兵力を動員できたとは考えづらい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。